東北上越新幹線反対運動。東北上越新幹線反対運動。東北上越新幹線反対運動とは、東北上越新幹線建設に対して、沿線の地元自治体や住民が展開した反対運動のことである。反対運動は、東北地方を含む各地で生じたが、特に埼玉県南部及び東京都北区において激化。 長期化した。本校では埼玉県南部及び東京都北区において激化、長期化した反対運動について記述する。東北新幹線の東京と盛岡市間及び上越新幹線の東京と新潟市間の整備計画は1971年昭和46年4月に全国新幹線鉄道整備法に基づき決定され、 同年10月に建設認可、同年11月に建設が開始された。新幹線の騒音に関する環境基準が設けられたのは、1975年、昭和50年7月の環境庁国時代46号、新幹線鉄道騒音に係る環境基準についてによってであり、東北新幹線、上越新幹線の建設開始時点では、環境基準は未設定であった。 この頃、すでに開業していた東海道新幹線や、1972年、昭和47年3月に新大阪駅、岡山駅間が開業した山陽新幹線の沿線では、新幹線車両による騒音が、社会問題化していた。1974年、昭和49年には、愛知県名古屋市において、新幹線で系電車の騒音、振動による、 運行差し止め及び損害賠償請求の名古屋新幹線訴訟が提訴されている。このような中、建設が開始された東北新幹線、上越新幹線の沿線各地では、新幹線の騒音、振動を懸念した反対運動が発生した。特に、通勤新線、最強線の併設を条件とする東北、上越新幹線の降下下案が1973年。 昭和48年3月10日に発表されると、高架化すれば騒音問題が起きるなどと、後半に各地化が進行していた埼玉県南部、与野市、玄、埼玉市中央区、浦和市、玄、埼玉市浦和区、戸田市及び、東京都北区では反対運動が激化、長期化し、東北新幹線の大宮駅森岡駅間及び、上越新幹線、1982年、 昭和57年開業に比べて、上野駅大宮駅の開業、1985年、昭和60年が遅くなる、主要因となった。その後、国鉄側が、東京駅大宮駅間の工事中断や、東北、上越新幹線の大宮駅暫定開業などの考えを明らかにし、通勤新線の併設を正式に表明。そんな中、当時の埼玉県千島畑長など、 国鉄対案を骨格とする4条件を埼玉県議会に示した。この4条件を国鉄側も受け入れたことにより埼玉県が南下、次に東京都北区も条件付き賛成に転じ、1978年昭和53年12月16日の通勤新選建設認可されると、今度は浦和市と当時から拉致緩和や、 通勤時の交通利便性の向上が切実な課題であった与野市、戸田市も条件付けで賛成を表明。両市は建設反対から条件闘争へ移り、両市内に通勤新線の駅を設置することと、快速電車の停車を設定することを国鉄側へ要望。それを受け住民側の反対運動は一部を除き、次第に下火となっていき、最終的には、 自治体の要望が叶う形で新幹線も及び、通勤新線の建設、運営が実現化した。本節では、当時の沿線自治体や住民の反対運動の経緯を、建設計画時、全線公開への計画変更以降、通勤新線の建設正式表明以降の節に分けて記述する。1971年、昭和46年10月1日に、 東北、上越新幹線の建設計画の認可が下りた。この時点の計画では、赤羽根から高架で北上しながら荒川沿いを通り、荒川を斜めに渡って、戸田市に入り、戸田市の途中から地下に潜って、浦足、与野市の地下を通過して、大宮駅に至り、大宮駅から、また高架になって北上するというものであった。この発表に伴い、埼玉県や県南部の稲町、 大宮市、現、埼玉市大宮区ほか、与野市、浦和市、戸田市、東京都北区など多くの議会が建設反対を決議、また、戸田市民と東京都北区民を中心とした建設反対を掲げる住民運動が展開された。一方、建設区間のうち、当初の工事実施計画で、荒川から大宮駅南側にかけて延長1 0 6トルの 南埼玉トンネルによって地下を通過することとされていた浦和市民や世の市民の間ではそれほど目立った反対運動の見られなかった。その後、当該区間において顕著な地盤の沈下、流気が見られること等を理由として、1973年昭和48年3月10日に地下区間を降下方式とする等の計画変更が発表されると、 当初は目立った反対運動の見られなかった裏わし、世のしても反対運動が発生。埼玉県もこの提案を拒否した。また、この計画変更は東京都北区、板橋区における経路の変更を伴うものであり、これによって直下にトンネル、赤羽台トンネルが新たに掘られることとなった東京都北区での反対運動も激化することとなった。 主な住民組織として、与野市に、与野市新幹線反対同盟協議会、浦和市に、浦和市新幹線対策住民連絡協議会、戸田市に、戸田市通過反対市民同盟会が組織され、さらに、1974年、昭和49年4月には、この三市の住民からなる、新幹線反対県南三市連合会、三市連が組織された。また、 赤羽大トンネルの真上に位置する整備学園が騒音などの問題から強に反対、そして東京都北区の住民による北区新幹線対策連絡協議会、北新連が組織され、これらの住民組織が反対運動を展開することとなった。住民による反対運動は、デモ行進、ピケッティングなどによって展開された。このほか、日本国有鉄道、 国鉄の説明会場へお仕掛け説明会を開催させない、あるいは会場を何時間にもわたって取り囲み、国鉄職員が外へ出られない状況を作ったりなどした。一方で、成田闘争のような過激派の介入を防ぐことにも注意が払われた。あとに、与野市新幹線反対同盟協議会の代表であった遠藤富次は次のように実会している。また、 反対運動当時の埼玉県知事であった、旗輪は次のように実0している。このような反対運動の高まりの中で、1975年、昭和50年5月に、衆議院公害環境特別委員会で、国鉄、藤井松太郎総裁が、東京駅大宮駅間の工事中断を、表明、1976年、昭和51年12月16日に、 当時の埼玉県知事の畑知事が、大宮赤羽間の通勤新線建設、開業時に、環境基準遵守のためのスピードダウン、干渉地帯として、都市施設体等の設置、大宮駅に全車を停車、大宮稲間の新交通システム導入を4、条件として、県南高架建設に条件付け同意を、埼玉県議会で示した。その後、1977年、 昭和52年10月に福田武雄首相が東北上越新幹線の大宮駅停開業の考えを示し、さらに国鉄は通勤新線の建設を埼玉県に約束をして地元の柔軟化に期待した。前節で示された埼玉県知事の4条件に対し、国鉄がその条件の受け入れを表明、それを契機に埼玉県がなんか、 1978年昭和53年5月には帰宅が条件付き賛成に転向、それでも建設に反対する三市の住民側は1978年昭和53年8月26日から一坪、運動を開始した。これは一坪のあるいは十分狭い土地を数十名で共有し、権利関係を複雑にすることで用地買収を難しくする活動である。 一坪地主三省、同年11月22日には、通勤新線赤羽駅武蔵、歌川駅、大宮駅宮原駅間の建設認可を、運輸省、現、国土交通省申請。同年12月16日に、森山近次運輸大臣が、通勤新線の建設を認可。その結果、1979年、昭和54年6月7日に、 知事は4条件が整ったと判断し新幹線の建設促進の態度を表明。これを受け、住民組織側も、同年8月には、浦和市の組織が、同年12月には、与野市と戸田市のそれぞれの組織が、条件付き賛成や条件闘争への難化に転じたため、三市連が事実上の分裂状態になった。また、同年11月20日には、三市連代表と、 石崎うさぶろう運輸大臣が会談して、これを境に反対運動は、収束に向かい、徐々に反対運動から、条件闘争へと移っていくが、戸田市、浦和市、与野市の埼玉県南三市では、長らく一部の住民らによる、絶対反対の運動が続けられ、1980年、昭和55年4月24日には、埼玉県部の三市、与野市、浦和市、 人出しで認可取り消しを求める強制訴訟が起こされたが、当時の埼玉県知事、旗輪の提案などによって沈静化し、最終的には建設合意に至った。この合意について、当時国鉄側の用地買収の責任者だった岡部達郎は次のように述べている。1982年、昭和57年5月7日には、大宮愛北区間で最後まで残った。 大宮市桜木団地の19世帯の移転がまとまり、一坪、運動後1983年昭和58年12月3日に全面解消している。一方、埼玉県南三市が建設合意に至ろうとしている最中、東京都北区の赤羽大トンネル付近では1980年昭和55年3月12日に整備学園が赤羽 荒川間の建設工事及び荒川橋梁建設工事の中を求める仮処分を申請した。また、北区沿線の反対派住民運動組織である北区新幹線対策連絡協議会北新連により結成された203名の原告団が1980年昭和55年9月23日に東北新幹線の建設差し止めを求める民事訴訟を行った。 このうち二十五名の原告が赤羽大トンネル直上部の居住であった。しかし、これまで強行に反対していた整備学園は法廷において交渉が続けられた結果、騒音、振動により環境が阻害されないように措置すること、建設工事で支障を及ぼさないこと、区分地条件を設定すること、相当額の用地譲渡と建物保障に応じることを条件として、 1982年、昭和57年11月25日に和解が成立した。さらに、北新殿側の住民も時と共に理解が得られるようになり、戦時中に崖下から大地へ向けて掘られた防空壕を調査して埋め戻すことを条件として、土砂運搬動向の屈作が認められるようにな。1984年、昭和59年6月末に、 トンネル上部の支障住宅の移転が完了し、8月8日には、地元と工事に関する協定書が正式に調印された。裁判も10月3日に和解が成立し、全体の着工が可能となった。蒸気などの右与曲折を経て、東北上越新幹線は建設され、1982年昭和57年6月23日に、 東北新幹線大宮駅森岡駅間が開業。同年11月15日に上越新幹線大宮駅新潟駅間開業。そして1985年昭和60年3月14日に東北上越新幹線上野駅大宮駅間が延伸開業した。当初の計画からルートの変更した結果上野駅大宮駅間は 半径800メートル以下のカーブが17箇所に上り、半径1500メートル以下のカーブのない区間が連続するのは最長でも6キロメートルに満たない区間となった。このような線形上の理由から頭打ち速度としてアナログ ATC の時速110キロメートル以下での運行となった。なお、東日本旅客鉄道は2002年に DSATC の導入に合わせて、 東京駅大宮駅間のスピードアップの検討に着手し2006年頃の所要時間短縮を目指すと発表した。しかしこの区間の増速計画は大幅に遅れ2018年5月にようやく上野駅大宮駅間の埼玉県内区間で騒音対策工事に約2年をかけた上で頭打ち最高速度を時速 130km に上げることが発表された。 これによる時間短縮効果は最大1分程度としている。この区間でも急カーブでは時速 115km や時速 125km の制限がかかる予定。さらに東京駅大宮駅間の東京特区内区間については増速の目途は立ていない。東北上越新幹線の全面高架化の見返りとして建設された。 大宮赤羽間の通勤ラッシュの緩和目的のほか、当時在来線の鉄道駅がない一方、東北、上越新幹線の通過ルートとして予定された当時、与野、現、埼玉市中央区、戸田漁師へ配慮した結果の産物である。新幹線への通勤新線の併設は、1973年、昭和48年3月10日の新幹線の工事、実施計画の変更。 地下方式から全面降下方式の変更等と同時に国鉄側から公表されたもので、それまで目立った建設反対運動を起こしていなかった浦和市、与野市ではこれを契機に建設反対運動が発生した。その後、駅数、快速停車駅など条件闘争においては賛市、特に当時の与野市の要求が反映されている。 相反する要求が出された。あげオ事件後に、事件の背景として指摘されたように、高崎線の沿線は、高度経済成長以降、急速な通勤通学人口の増加が起こった。このため、同線は、営業係数でも常に上位にランクするなど、国鉄経営への貢献の大きな線区の一つに、成長したが、反面、輸送力の増強が追いついておらず、 1980年代初頭でも280%余りの混雑率を記録していた。このような中、展望が明けるきっかけとなったのが、通勤新線の建設であり、新聞でも高崎線沿線からの混雑緩和への期待感が報じられている。1979年12月20日には、埼玉県議会で、通勤新線、熊谷乗り入れに関する意見書が、 全会一致で可決された。この要求を考慮した国鉄は、高崎線が混雑率でもワーストクラスにあったことから、当初中間で赤羽線を取り込んだ上で、宮原新宿間を開業させるとの計画だった。しかし、沿線地域でも要望には差があり、上期1979年12月の県議会議決の直後にも、与野市、浦市 戸田市の三市長並びに議長が県に対して反対を申し入れている。一方で川越線沿線住民からも通勤申請を相互乗り入れしてほしいとの要望は強く出されていた。この要望についても国鉄は検討を行い南古谷に車両基地の用地を確保できれば川越線の電化を行うことで川越駅まで直通運転が可能であると判断した。 車両基地は、埼京線内、戸田駅付近や高崎線内、宮原駅付近の計画が、用地買収の難航で頓挫していた。川越線の電化及び、通勤新線開業後の一体的運用への計画変更は、こうした判断がきっかけとなっている。車両基地などの用地買収も円滑に進められ、土地は確保された。埼京線の車両基地が開業当初より、 南振谷指線間に川越電車区、現川越車両センターとして設けられたのもこのような経緯による。なお、車両基地の設置場所が確定した後も県北自治体からは通勤新線を宮原以北に乗り入れさせるように運動が行われた。具体的には沿線13市町村の市長、議会議長で構成する通勤新線熊谷乗り入れ促進協議会や 県議会議員で構成する国鉄高崎線輸送力増強推進協議会などの活動が報じられている。これらは当時の埼玉県の構想にも反映され、将来的には乗り入ればかりでなく、宮原以北の高崎線複々線化も視野に入れていた。なお、遠心開通後懸念されていた新幹線の騒音については、 最高速度時速 110km で走行することとなったため、当時山手線京浜東北線などから最強線に転用され、運転本数もはるかに多かった103系車が最高速度時速 100km で走行する方が10デシベルほど騒音が大きいという皮肉な結果となった。開業前後の時期は、より低騒音な車両として205系電車が開発されており、築地、 山手線に投入されつつあった。しかし、当時の国鉄財政状況は最悪の状態にあり、国鉄は予算査定にシビアな姿勢で臨んでいた。山手線自体は利益形状に貢献する代表的な線区であったが、国鉄経営全体の視点からは、その利益は他線区の赤字との総裁が問題になる。このことは、 車両発注にも現れ、山手線で使用していた103系の転用の計画が立たなければ山手線向けの205系の発注にも踏み切れないほどの状況であった旨が日経産業新聞で報じられている。日経産業新聞によれば、国鉄は1984年12月、最強線として1985年11月の開業のめどが立ち、 最低でも100両の車両増強が必要となったため、1985年度、発注分として100両を発注した。車両製作期間として6ヶ月から8ヶ月程度を見込んでの措置である。これは、前年度の40両に比較して、倍以上の数であった。山手線、最強線とも当時の編成は10両であったので、 県政組み替えなどの煩雑な作業による経費増加を抑えて転用することができる。以上が国鉄の計算であった。なお、山手線の在籍車両は当時でも550両ほどあるため、1985年度の100両を投入しても山手線の置き換えは完了しない。当時の時点で4から5年にまたがった更新計画として考えられている。山手線でさえ、 このような状況で、かつ新車を必要とする線区が数多くあった中、国鉄には最強線に新車を回す余力はなかった。最強線の車両置き換えは、国鉄民営化を挟み、山手線の205系置き換えが完了した後に着手され、1990年には全車両が205系に置き換えられた、さらに2013年より、 e 2 3 3系7 0 0 0番台へほぼ置き換えれた。なお、貨物、長距離や高列車の運用を前提としていないためか、現在でも最強線の最終電車は、赤羽大宮間を並走する、京浜東北線よりも早い。騒音、振動対策として、幅20メートルにわたって、高架の両脇に設けられた。設けられているのは、野市、浦和市、 戸田市の三市、当時の北与野駅から戸田公園駅南端にかけてであり、三市以上に人口密度の高い東京都北区には設けられていない。当時県南三市が沿線に都市施設を計画しており、その空間を沿線に確保するように国鉄に求めたのが始まりである。用地買収にあたってその資金を誰が負担するかが問題となったが、 費用負担については別途協議することとして、鉄道効果の建設時に国鉄が先行取得の形で用地費を全額負担した。会計検査院の報告や高速文明の地域問題によれば、買収には1200億円以上、1220億4655万円の費用がかかり、その面積は買収時で24万7500平方メートルとなっている。 このアイデアの大元は建設局に在籍した岡部達郎によるものであったとされる。国鉄は最終的には地元自治体が優勝で買い取るべきだという主張で一貫していた。国鉄側は県南三種側が都市施設との故障を持ち出した上述の経緯もあり、自ら買収に当たったこの敷地に都市施設隊と名付けた。 会計検査院も都市施設用地との故障を用いている。高速文明の地域問題など国鉄に批判的な研究所でもこの故障を尊重している例がある。一部のメディア側は環境空間、または干渉地帯という土地の性格に着目して報道した。なお、赤羽大宮間の最強線、新幹線の建設費は キロ当たり371億円でその42%は幼稚費であり、東北、上越新幹線の地方の区間に比較して高くついた。国鉄分割民営化により、都市施設体の所有権は JR 東日本に承継され、JR 東日本都市開発が受託管理する形態となっている。ところどころに警告版が設置されている。百九十九年に、 JR 東日本と埼玉県南三市との間で都市施設体の取り扱いに関する基本合意が交わされ、与野市、浦和市が合併した埼玉市とは2003年3月に改めて基本合意確認書を締結した。1990年代以降、地元自治体との折衝により、与野本町駅、北与野駅それぞれ周辺部に遊歩道が都市施設だった敷地に整備された。 それ以外の場所では、開業後20年程度は干渉帯に雑草を一い茂り、四方を木製の柱と有刺鉄線で囲って立ち入り禁止にしていたが、2000年代以降、保育所、駐車場、店舗、飲食店、ドラッグストアなテニスクラブ用地として、各地で開発が進んでおり、2010年頃、与野本町駅、北与野駅間が公園化したほか、2016年4月には、 武蔵浦和駅周辺の桜の名所として知られる花と、緑の散歩道、別所排水に隣接した区画が公園として開園する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。